五冠末期、長く続いた漢王朝の世は斜陽の時を迎えていた。漢安の跋扈と外戚の戦王、それら政体の腐敗と天変に困窮する民、誰もが苦しみ嘆き憤り、今日に続く明日が見えずにいた。そんな中、太平道の教祖張覚が神道を率い蜂起。その動きは瞬く間に各地に広がり、一大反乱となった。後に言う黄巾の乱である。朝廷はこれを鎮圧すべく討伐軍を結成、各地で軍友が立ち上がる。そんな中、ここに三人の男が立つ。劉備、あざなお玄徳、中山聖王の末裔を称し、民の苦しみを嘆く男。そして劉備と義兄弟の契りを結んだ二人の豪傑、関羽と張飛。大きく時代が動き出す中、男たちは戦いへと踏み出す。となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああ、そうであったな。我ら志と命を一つとし、この武この義で乱世を打ち払わん。行こう、我が兄弟たちよ。黄巾党の領主が強国を倒す不安に安を鎮圧し、平穏を取り戻すのだ。練習あるのに、まずは討伐軍本隊と合流すれば黄巾の将を打ち捨てするのだ。練習あるのに、行くぞ。大打連弾。おお、兄者、やりましたな。隠蔽の者だか。援護を頼む。練習あるのに、我らの本陣に迫っている。本陣が陥落して我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。何どう何成敗してくれんのか。ダメだ。おお、よく来てくれた。なんだ、何だ、何だ、何だ、戦え。気にするな、よくと。私たちは民の官、アウンを
頼むだけだ。さあ来やがれ。お前なんて一人でだ。大したものだ。当てにさせてもらおう。このエンジンとは憎いことをしてくれるの。対魔連弾。Yeah!
取ったり。我は人工将軍強烈だ。天よ、今ここにさらなる強人を。お前が邪悪な術の主か。殺せよ。全ての妖術が止まったか。残るは聴覚のみ。全軍進め。この俺が相手だ。天など私には分からぬ。そして私はお前を斬ることも民を罰することも望まない。世を乱したことは罪。しかし人の心はそれを許すことも贖うこともできよう。太平道の教祖聴覚よ、お前は棒を捨て心で民を支えよ。なんという、そなたは皇天をも超えゆくものか。ならば我はそなたの導きに従おうぞ。黙っちゃろいこと。いや、これでよい。見よ、民の喜ぶ顔を。あは、なるほどね。我らが長兄龍玄徳の歩みはここから始まるのだ。